495日ぶりのワンマンライブ、ネオサイバーシティ開催します。ネオサイバーシティが4月9日10日にゼップ羽田にて開催されます。495日ぶりに皆さんと会えるっていうことが本当に嬉しいですし、もうずっと待ち焦がれていたことでもあり、何回も中止になってしまった分、その分を全てやっぱりそのステージにぶつけたいなと。実感がなかなか湧かない部分もあるんですけど、なんかここを一気にゴッと盛り上げていって、なんかまた一つ最高の瞬間を共に共有したいなというふうに思っているので、目の前にみんながいるかいないかっていうのが大きく違いますし、ようやくということで、僕たちスーパードラゴン、まあ1年以上も長い間ライブができなくて、まあようやくって感じですね。本当にライブでパフォーマンスした時に皆さんが初めてそこでこう笑顔だったり喜んでくれたりっていう反応をこう見て、初めてあ、よかったなと思えるので、最高のね時間を過ごしたいと思います。まあ、僕にとってはですね、生きがいでございますので、一緒に耐えてくれてありがとう。あなたに早く会いたいです。